まあ、一番大事なことはやっぱりその刑法の大原則から言ってですね、すごくこれに真っ正面からその抵触する内容を持っているということですね。それは何かというと、その体系法定主義っていうのがありまして、まあ、要するに何を犯罪とするかということについて、あらかじめですね、その国会が定めるその法律でですね、明確に定めなきゃいけないというのが、まあ、体系法定主義の中身なんですよね。で、そういうことはですね、実はその公開ということを予定しているわけですから、秘密ということをですね、何て言いますか、保持してですね、それを抵触するような行為を探ったりですね、漏らしたりすることを処罰するというと、まあ、何を秘密であるかということをですね、公開しなきゃいけないということになるわけですよね。で、それはやっぱりその秘密を保持しなきゃいけないと思っている人たちにとっては、もうとても耐え難いと。何が秘密であるかは秘密なんですよと。これが一番その秘密を守る便利だということなんですね。で、その反対の理由は種々あるんですが、特に刑罰規定との関係で申しますと、今いくらさんおっしゃったように非常に範囲が限定されてなくて、どのあたりまで処罰されるかがよくわからないような仕組みになっているということがあるんですね。で、もう一つは刑罰が非常に重くなっている、国家公務員法違反の秘密漏洩、秘密を漏らしたというのは懲役1年以下なんですね。それから自衛隊法での秘密の漏洩、これについても5年以下の懲役、それは今回は10年以下の懲役かつ罰金ということで非常に重くなっているということがあります。それに加えて、今日はしたるテーマになっておりませんけれども、この説明の中ではなっておりませんけれども、独立教唆共謀というものがございまして、これは本犯、いわゆるなんか実際に犯罪が起きたのでそれをそそのかした人も罰しますという構造ではなくて、実際に誰もやる何もやらなくても教唆しただけで、あるいは共謀しただけで、それだけで犯罪になるというこういう仕組みになっている。 A 君多分逮捕された時にですね、じゃあ何をどういう秘密をですね、写真撮ったのかっていうのは、まあ、それは警察の方からもね、知らせていただけないと思うんですね。言った途端に、まあ、秘密が漏れちゃうという形になりますの で、 でそうするとですね、まあ、私としてはじゃあ A 君何撮ったのっていうような感じで、まあ、外発的に聞かざるを得ない。